今回は北陸甲信越4位から7位を実証する動画をお送りしていきます。福井市、長野市、松本市、長岡市、北陸甲信越地方最強を決める動画で上位3都市ははっきりしました。そこで4位以降を明確にすべく、今回は長野市 VS 長岡市 VS 福井市 VS 松本市で検証していきます。松本市だけは過去に特急あずさ停車駅最強動画で甲府、八王子、立川との対戦で検証したことがあります。今回は長野 VS 松本の信州ダービーに福井と長岡も参戦という形で進めていきます。例のごとく論より証拠の10戦連続対戦によって北陸甲信越の都市ランキングを実証する。1試合目、小売店数、ごみのリサイクル率、卸売業事業所数、百貨店総合スーパー数を長野、百貨店総合スーパー数と昼間人口密度を福井。長野市が圧勝。第1試合終了時点の順位です。例のごとく1位は勝ち点3、2位は勝ち点2、3位は勝ち点1、4位は勝ち点0で計算していきます。2試合目、地方税、卸売事業所数、出生数で長野、人口密度で福井、農業産出額で松本、建築物数で長岡。長野市が連勝です。第2試合終了時点の順位、新潟、金沢、富山の格上人口の県庁所在地には歯が立たなかった長野市ですが、圧倒的に人口で勝る今回は圧倒的に強さを発揮しています。3試合目、小売業売り場面積、農林漁業売上、小売業事業所数で長野、果樹地昼間人口密度と推薦人口比を福井、経常収支比率を松本。長野市が3連勝です。第3試合終了時点の順位、人口に勝る長野の連勝が止まりません。松本は勝ち点をなんとかゲットしています。4試合目、果樹地人口密度を福井、生活関連娯楽業、ごみのリサイクル率を長野、刑法犯認知件数の少なさを長岡。長野が4連勝、福井は前線するも届きませんでした。第4試合終了時点の順位、実力差がはっきり分かれてしまっています。5試合目、サービス業売上と小売業従業員数を長野、建築物数と製造業従業者数を長岡、農業畜産を松本。長野の連勝を止めたのは長岡です。第5試合終了時点の順位、長岡が一気に福井との差を詰めてきました。6試合目、果樹地人口密度の福井、全産業売上、実質交際比率、飲食店数を長野、15歳未満人口比を松本。長野が圧勝。第6試合終了時点の順位、この先の順位変動は起こるでしょうか。7試合目、経常収支比率、学術研究業を松本、建築工事費、農林漁業売上、地方税を長野。長野が1位、そして松本が2位です。第7試合終了時点の順位、松本と長岡の差が縮んできました。8試合目、農業講師は長岡、建設業売上、実質交際比率、一般診療所数は長野。長野市が圧勝。2位には松本と長岡が入りました。第8試合終了時点の順位、福井、長岡、松本の差がそれぞれ2と縮んできました。9試合目、卸売業年間商品販売額、労働実演長、建設業売上、建築工事費、運輸郵便業を長野、百貨店総合スーパー数だけは福井と長野が1位を分け合っています。長野がパーフェクトな勝利です。第9試合終了時点の順位、次はいよいよ最終戦です。長岡と松本の3位争いの行方はどうなるでしょうか。最終戦、製造品出荷額と製造業有形固定資産を長岡、卸売業従業員数を長野、大勢力指数を福井、学術研究業と農業産出額を松本。最終戦も長野市が勝利、2位には長岡市が入りました。10試合を終えた最終結果が出ました。長野市勝ち点29、福井市勝ち点13、長岡市勝ち点11、松本市勝ち点9。結果的には人口10万人以上上回る長野市が圧倒的な優勝。北陸甲信越4位は確定です。2位は福井市、3位は長岡市、4位は松本市という結果になりましたが、それぞれ僅差でした。そこで次回は上越市、甲府市、高岡市を加えた6都市戦で、
北陸甲信越の5位から10位をめぐる戦いを行いたいと思っています。北陸甲信越ランキング1位新潟県新潟市、2位石川県金沢市、3位富山県富山市、4位長野県長野市、そして5位以降の候補が福井県福井市、新潟県長岡市、長野県松本市、新潟県上越市、山梨県甲府市、富山県高岡市。次回は5位から10位を決めていきたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録のほどお願いいたします。リクエストもお待ちしております。